良質なトレーニングには良質な脂質が欠かせない。皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。本日は筋肥大を激烈に進める脂質の摂取方法ということで、あまり注目されていない脂質について、生理学的な観点から筋肥大を進める脂質の摂取方法をウプサラ大学の研究をはじめとした複数の論文をもとに徹底解説していきます。まずは本日の目次です。はじめに脂質とは何なのか、筋肥大をさせる上での役割とはどんなものなのかを分かりやすく解説をし、次に筋肥大を進めるための脂質の推奨摂取量、そして最後に筋肥大をもたらす取るべき脂質と取ってはいけない脂質を徹底解明していきます。普段あんまり脂質の摂取を意識したことがないという方は、これを意識するだけで筋肉を大きくすることができますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。それではまずは脂質とは何なのかです。ここら辺はつまらない話になりかねないので、重要な点だけをお伝えをすると、脂質というのは太る原因だという認識が強い栄養素でありますが、実際は私たちの体にとっては欠かせない三大栄養素の一つになります。脂質の主な機能は内臓保護のための干渉作用、ビタミンの吸収促進、細胞膜やホルモンの生成促進という重要な役割を持っています。まあ、この言葉だけを聞いてもピンとこないかもしれませんが、脂質を正しく摂取しないことによって、例えば内臓の保護機能がなくなると、内臓の負担が激増し、内臓機能が低下してしまいます。胃や腸の機能が低下すれば、筋肥大に必要なタンパク質の吸収効率は落ちてしまいますので、筋タンパク合成が起きにくくなり、筋肉は大きくなりにくくなります。そして細胞膜の生成が低下することによって、細胞内に筋タンパク合成に必要な mTOR という酵素を取り込むことができなくなり、筋タンパク合成が進まなくなってしまいます。またホルモンの生成不足によって、筋肥大に必要だと言われているテストステロンが激減し、筋肉がつかないだけじゃなく筋力までもが落ち込んでしまいます。ビタミンに関しても脂質があるからこそ体に吸収することができますので、ビタミン不足はエネルギー産生を滞らせてしまいますので、体力がなくなり運動どころではなくなってしまいます。つまり脂質を摂取することは、体を動かすため、筋肉を大きくするためには必ず必要になるんです。ここまで聞くと、分かった、じゃあ脂質を取るよということで、何が何でも脂質を摂取しようって思う方もいるかもしれませんが、脂質には体を強くしてくれる脂質と、体を弱くしてしまう悪い脂質というものが存在しています。基本的に脂質には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2種類があります。そして不飽和脂肪酸の中にも、一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸という2種類に分かれています。ややこい話になってきたって思うかもしれませんが、これめちゃくちゃ単純な話なのでご安心ください。2014年のウプサラ大学の研究によれば、標準体型の男女39名を対象に、脂質の中でも飽和脂肪酸を摂取した場合と多価不飽和脂肪酸を摂取した場合、どちらが体にとって有益なのかの検討が行われ、7週間の追跡調査によって分析が行われました。研究の方法は至って単純で、まず対象者を2つのグループに分けます。7週間の間、飽和脂肪酸を摂取するグループと、多価不飽和脂肪酸を摂取するグループの2つです。そして、体の評価として、脂肪の蓄積はどう変化するのか、筋肉の量はどう変化するのかを検証したという研究になります。でも早速結果なんですが、実際の論文の表を出すとこんな感じになっていまして、飽和脂肪酸を7週間の間摂取していたグループは、肝臓の脂肪が約2倍になり、多価不飽和脂肪酸を摂取していたグループは、女脂肪体重が3倍になったという結果でした。女脂肪体重というのは脂肪を抜いた状態の体重です。主に筋肉量を調べるときに使われる基準になるんです。つまり、飽和脂肪酸の摂取というのは脂肪の蓄積と関連しており、体には有害であるということ。逆に、多価不飽和脂肪酸の摂取は筋肉の増量と関連していることから、筋肉を増やすためには必要というのが結論です。1990年のダルハルジー大学の研究によれば、多価不飽和脂肪酸の摂取というのは細胞膜の流動性を高めることが明らかになっていまして、逆に飽和脂肪酸は細胞膜の流動性を低下させることが分かっています。細胞膜の流動性が低下すると、タンパク合成などの細胞内プロセスが阻害されることになりますし、逆に細胞膜の流動性が高いと、タンパク合成に関する物質が細胞質に入りやすくなるため、筋タンパク質の合成というのは上昇します。また多価不飽和脂肪酸の適切な量の補給というのは、男性ホルモンであるテストステロンの分泌も促すことから、脂肪だけではなく筋肉の増量に役立つことも様々な研究で明らかになっています。
つまり細胞膜の観点、ホルモンの観点から正しい量の脂質の摂取は筋タンパク質の合成率を高め、筋肥大を進める上では絶対に必要になるんです。ではでは、ここからは正しい脂質の摂取量とは一体どのくらいなのかをお伝えしていきます。では、筋肥大を進めるための脂質の推奨摂取量なんですが、実際に脂質の摂取と人を対象に筋肉という観点から見た研究はとても少なく、実際のトレーニングと組み合わせた研究というのはほとんどありません。なので、この量が絶対にいいという脂質の量というのは存在しません。まあ、ただし、基礎研究やヘルスケアの研究なんかを統合して考えると、細胞膜の透過性を低下させず、テストステロン値も下げない脂質の量というのは、1日体重あたり 1g になります。これ以下で脂肪の量が少なすぎると、細胞膜の透過性が低下し、テストステロンの分泌も減少してしまいますので、筋肉がつきにくい体になります。なので必ず、体重あたり 1g の脂質は摂取しましょう。まあ、なんですけれども、まあ、とはいっても、体重あたり 1g というのは、普段の食事で十分に補給できる脂質の量ですので、減量している方は別ですが、普通に筋トレをしていて、普通の食事をしている方は、量というよりも脂質の質にこだわる必要があります。先ほどお伝えをした、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸ではなく、多不飽和脂肪酸をしっかりと摂取することが最も重要になるんです。多不飽和脂肪酸が筋肉にとってはとても有益ですので、体重あたり 1g の脂質はすべて多不飽和脂肪酸で摂取した方がいいと言っても過言ではありません。なのでここからは私がお勧めする良質な脂質を含む食材と食べてはいけない食材をお伝えをしていきます。良質な脂質で言えば私のおすすめはたった一つだけです。それは魚、フィッシュになります。魚の中でもサバの摂取が筋トレをしている方にはめちゃくちゃおすすめです。良質な脂質でもあり、良質なタンパク質でもある魚は筋肉の栄養だけではなく様々な体へのメリットがあるんです。メリットのほんの一部分だけを紹介させていただきますと、まず魚の摂取というのは死亡率を激減させます。2016年に中国から発表された研究によれば、67万2389人を対象にして魚を積極的に食べている人とそうでない人では死亡率に 12% も違いが生まれることが分かっていまして、魚の摂取というのは癌や脳梗塞、心疾患なんかの全ての病気における死亡率が低下することが明らかになっています。心疾患に限定して言えば、魚の摂取によって心筋梗塞で死亡するリスクというのが 36% も減らせることが明らかになっていまして、心臓を強くし血管をきれいにする作用が魚にはあるんです。また健康関連だけではなく脳にとってもグレートな効果があることが分かっていまして、2018年にフランスから発表された研究によれば、23,688 人の高齢者を対象にして1週間に魚を 60g 摂取している群に比べて、1週間に魚を 240g 摂取している群では記憶力の低下を防ぐことができ、問題解決能力も高く維持できていたという結論が出ています。つまり日常的に魚を多く食べている方というのは記憶力が落ちにくいというわけです。この研究の対象者は65歳以上の高齢者でしたが、若い方においても記憶力を上げたいだったり、記憶力の低下を防ぎたいという方は魚を多く食べることをお勧めします。筋肉を増やすだけではなく、健康関連、脳にとってもいい効果を生み出すのが魚に含まれる良質な脂質なんです。私が自分の生徒さんにお勧めをしていて、私自身も食べている食材でお勧めなのがサバ缶です。サバ缶はしっかりと密閉されていますので酸化しにくいですし、調理の面倒くささもありませんので、好きな時に好きなタイミングで摂取することができる最高の食材になります。必ず家に数缶は常備しておくことをお勧めします。よく魚の脂質をサプリメントで摂っているよっていう方がいますが、魚に含まれているオメガ3脂肪酸はとても酸化しやすく、サプリの生成過程でほぼ確実に効果というのはなくなってしまいますので、オメガ3脂肪酸を体に取り込みたいのであれば食材で摂取することをお勧めします。良質な脂質はサバ缶で摂取する、これは覚えておいてください。では逆に摂取を控えないといけない脂質なんですが、大まかに言ってしまえば肉の脂身とバターやマーガリンなんかがあります。全くゼロにすることはできませんので、例えば毎日食べている加工食品を控えるだったり、いつも肉の脂っこいところを食べている方は少し控えることをお勧めします。完全に食べないことは無理ですので、食べることを控えるという意識にしてください。特にお菓子や加工食品はトランス脂肪酸が多く含まれていて肉体的に最悪ですので、ストレス解消目的で1ヶ月に1回くらい食べるというくらいがちょうどいいかと思います。
良質な脂質の摂取を増やし、体に悪影響な脂質の量を減らす。この意識で筋肉をコーディネートしていってください。論文で解決チャンネル。それでは最後に本日のまとめです。脂質を正しく摂取することによって、内臓機能を向上させ、タンパク質の吸収率を高め、細胞膜の透過性を上げ、筋肥大を進める酵素の吸収を促進します。また、適切な量の脂質の摂取というのは、テストステロン値を上げることにもつながり、筋肉を大きくしていきます。筋肉を肥大させるのに適切な脂質の量とは、1日体重あたり 1g になります。量としては、普段の食事で十分に摂取することができますので、重要なのは脂質の種類です。筋タンパク合成率を上げるために必要な脂質というのは、多価不飽和脂肪酸といいまして、魚の摂取で体に補給することができます。おすすめはサバ缶です。逆に体に悪影響な脂質というのは、飽和脂肪酸とトランス脂肪酸になります。多くは加工食品やお菓子に含まれていますので、これらの食品は控えるようにしてください。重要なのは、良質な脂質を増やし、粗悪な脂質を減らすことですので、この意識で食生活をコーディネートし、肉体を変革していってください。正しい食生活には良質な筋肉が宿りますので、今回の情報をぜひ参考にしてもらえたらと思います。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。